はい、速稼塾の久保です。今日からね、速稼塾の動画を見てくださっている方もいると思いますけども、儲かるビジネスというのは何なのかなってことを、根本をね、ちょっと今日はお伝えしたいと思います。儲かるビジネスっていうのは大きく分けて2つあるんですよね。1つはコンテンツビジネスというやつです。ちょっと分かりにくいですかね。コンテンツビジネスっていうのがあります。そしてもう1つはメディアビジネスです。じゃあこれをちょっと分かりやすく言いますね。コンテンツビジネスっていうのはコンテンツ、いわゆる中身ってことですよね。この中身ってのは何かっていうと、今の時代でしたらもうね、情報なんですよ。情報革命って言われるぐらい情報が足りてないんですよ。情報がたくさん必要なんですよ。じゃあどんな情報がいるかっていうと、人の苦痛を取り除く情報か、人をより楽しくさせる、幸せにする情報なのか、どちらかですよね。で、どんな苦痛から人は逃れたいのか、どんな情報を持ってその苦痛から逃れたいのかと言いますと、健康に関すること、仕事に関すること、お金に関すること、恋愛や人間関係に関すること、この4つの問題に人は悩み苦しんでるわけなんですよね。ですので、こういった問題を取り除く、そんな情報をお伝えしていれば、それは商品として売れていくってことになります。これが中身のある情報コンテンツというやつですよね。そしてもう1つはね、メディアビジネスというやつです。これは自分の商品はいりません。メディアビジネス、それはですね、多くの人が集まるような場所を作って、そこに商品を持っている人にどうぞここに商品紹介していいですよっていうふうに紹介することをね、アテンドしておつなぎしてですね、それが紹介料、手数料をいただくっていう形です。まさに広告ビジネスですよね。で、ネットビジネスっていうのはこの2つのどちらかしかないんですよ。ネットビジネスね、ネットビジネスっていうのはインターネットを使ってたくさんの人を集めるメディアビジネスってものをやるのか、それとも集まった人に対して自分のコンテンツ、悩みを解決するような商品をお届けするのかってことになります。じゃあ一つコンテンツビジネスの例を言いますね。例えばですね、今日中に3万円欲しいんだって方がいるとしますよね。じゃあ今日中に3万円稼げる、そんなね、方法を教えてあげる、そのビジネスが今日は3980円で売ってますっていうことになるとどうでしょうかね。3980円でその商品、ビジネス、情報を買うと3万円が売り上げられると、儲かるみたいな形になったらやっぱ売れると思うんですよ。で、もちろんね、インターネットビジネスの中にはそういうものもあります、ですので、コンテンツビジネスっていうのが、うまくいくわけなんですよね。ただ、じゃあどんなそんな情報がね、そんな3980円で売って3万円も儲かっちゃうビジネスなんですかってことになるじゃないですか。これはね、やっぱり知恵を絞って作っていくとか、いろんなところからやっぱり情報を集めて勉強していくことによって構築することができるんですよ。で、これができない方はいつまでたってもコンテンツビジネスができないということになりますし、これができる方はいつでもマーケットからね、市場からお金を取り出すことができるということになります。コンテンツビジネスってのはね、核もインパクトがあるわけなんですよね。ですので、このコンテンツビジネスっていうのを使って数億円ってことを稼ぐことができるのもそんなに難しい話じゃないんですよね。私にはね、そんなことできませんけどね。でも例えばこういうのならできるんですよ。私がね、速稼塾っていうのを2013年に始めて、売り上げがどんどん立ちました。もう毎日毎日、2万円ずつ私の懐に入ってくるみたいなね、そんなことがありました。それは何かっていうと、自己アフィリエイトなんですよ。自己アフィリエイトっていうのは、ここではちょっと細かくは割愛しますけども、自分で申し込んで自分で、紹介料をもらうっていう自己アフィリエイトっていうのがあるんですよね。この自己アフィリエイトの方法を、だいたい2時間の説明で2万3万5万ぐらいの売り上げを上げることができるんですけども、その2万3万5万の売り上げを上げる方法を2時間でレクチャーして、そのレクチャー代を1万9800円くださいねっていうふうにしたのが2013年だったんですけどね。そうすると、それを教えてくださいって形で人が来ます。そして私はね、その2時間の間に売り上げが2万円以上上がらなかったら1万9800円お返ししますっていうふうに、保険をつけたんですよ。返品は1件もありませんでした。で、最初の35日で80万円が入ってきたっていう形になりますよね。で、毎日毎日2万、4万、6万って入るわけなんですよ。2万の日もあれば、4万の日もあれば、6万の日もあるって感じでね、入ってきたわけなんですよ。で、すごい収入がそこから上がっていったわけなんですよね。で、それで、例えばね、2万、3万、5万儲かる方法を教わった方は、それは別にね、2ヶ月後とか3ヶ月後に、自分の指定した口座に振り込まれるわけですから、損はないわけなんですよね。で、こういったことがコンテンツビジネスになるってことなんですよ。まさに中身があるっていうことになるんですよね。儲かりますよ、儲かりますよって言って儲からなければ、これは中身のないビジネスってことになります。これは釣りとかね、
まあ、詐欺とか言われちゃうんですよね。まあ、ですのできちんと売上が入金されるかどうかまで確認して、私の場合はその自己アフィリエイトっていう講座を終了にしました。そんな形ですね。でもう一個、メディアビジネスっていうのは人が集まる場所を作るってことなんで、例えばね、毎日 YouTube を更新するとだんだん視聴率って上がってくるんですよ。それこそね、見に来る方が固定で10人とか固定で30人とか固定で100人ってできるんですよね。それをずっと続けていくと、例えばね、ワンちゃんの動画ばっかり出してる人って犬好きが集まってくるんですよ。そうすると例えばね、ワンちゃんに関する、まあ、ペットショップの方が出てきて対談して、とってもいい首輪ですよって言うとかね、とってもいい、ドッグフードですよって売るみたいなこともできるわけですよね。でメディアビジネスですね、こういうのができるわけということになります。まあ、こんな形でね、情報っていうのはいろんな形を変えながら多くの人に問題解決を提供して、そして情報発信者には、まあ、利益が返ってくるという形になります。まあ、ぜひね、情報発信してもらいたいなと思います。情報発信者まだまだ全然足りませんのでね、それこそもう過当競争になっている飲食店ですとかサービス業とかではなくて、情報っていうのはね、たくさんあるようで、情報過多って言われるぐらいたくさんあるようで、実はね、必要な情報って足りないんですよ。まあ、ですんでね、ぜひご自身の経験を誰かの問題解決に生かすための情報発信をしてみてはいかがでしょうか、ということで今日は終わりにさせていただきます。いってらっしゃい。